続いてのコーナーいきましょう。妙に変だな。はい、稲川淳二さん風な喋り方で、全く怖くない話をするコーナーでございます。ラジオネームジャパニーズドリーム、うん、私ね2月3日に田舎のおばあちゃんちの家に遊びに行ったんですよ。夕食をごちそうになってね、私がゴロゴロしてたらおばあちゃんがなんか叫びながら部屋に豆まきしだしたんだ。妙に変だなと思いながらポカーンと見ていたら、今度はおにゃー外って叫ぶ、外に向かって豆を投げ始めたんだ、うん、うわー幻覚まで乱したよとだって鬼なんているはずないじゃない、怖いな私家を飛び出した。そしたらね、隣の家でもね、おにゃー外って言って、うん、外に向かって豆を投げてるんですよ。そこで私気づいちゃった鬼はおばあちゃんにだけ見えてるんじゃなくて、そっか僕にだけ見えてないのそういう分かり方なの。結局節分の豆まきに関しては何にも分かってないんだね、最後までね。ラジオネーム自立の色、うん、ノスタルジックババア、エキセントリックババア、そしてゲストの畳ひっくり返しババア。こんばんは。全員ババアだよ。全員ババア。この間、私、会社クビになっちゃったんですよ。ほんでやることがなくて暇だから、公園に行って滑り台で遊ぶことにしたんだな。それで、滑り台を滑ろうとしたんだけど、階段に段差がなくて滑らかな坂みたいになった。あれ妙に変だな。随分と作りの荒い滑り台だな。こんな滑り台じゃ登るときに転んで怪我しちゃうじゃない。滑り台怖いな、怖いな。そんなことを考えながら、まあ私滑り台を滑りたかったから、なんとか段差のない階段を登って滑ったの。そしたら滑る部分がデコボコになっちゃった。私お尻がボコボコになっちゃった。そん時私気づいちゃったんだ、ああ私滑り台を逆から滑った。なんで気づかねえんだよ。だやついるわけねえし、なんで会社クビになったからって公園に滑りたいって。ラジオネーム赤坂大サーカス、かっこダジャレ、うん、太田さん、どこがダジャレかわからない人、こんにちは。え、わかんない。赤坂大サーカスって別によくあるもんね、よくいつも来るもんね、うん、いつもダジャレなんですよこれ。赤坂大サーカスが、うん、安田大サーカスじゃなくてじゃないんです、赤坂、赤坂サカス？そうです。いや、なんとなく分かってたと思う。なんとなく分かってた。改めて言われるとなんかね。私ね、先日東京大学を受験したんですよ。で、今日はその合格発表の日なんですけどね、私は受験したかどうか調べ、合格したかどうか調べようとテレビのスイッチをつけたんだな。そしたら東京大学の合格発表会場が中継されていました。私が合格の発表を今か今かと待ってると、数字が書かれた的がくる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 と回転始めましたね。ボウガンから矢が発射されまして、おかしいじゃん。当選番号が決まったんです。あれ、妙に変だな。せっかく受験を受け、試験を受けたのに。結局運で合否が決まっちゃうなんておかしいじゃない。3年間勉強してきたのは一体何だったのよ。まあでも合格できればそれでいいやと思い直しましてね。思い直す。私自分の受験番号を確認したんです。ところが受験番号がなんと8桁もあるんだ。あれ妙に変だな。
どうして東京大学を受験する人がこんなにいるのかな。こんなにライバルがいっちゃ受かるわけないじゃない。私半分諦めつつも受験番号と当選番号を照合し始めたんです、うん、そしたらなんと8桁すべて一致してるじゃないですか。やったぜ。春から私は東大生だと思ったんですけどね。NHK のアナウンサーが信じられない一言を発したんですよ。一等の2億円に当選された方、本当におめでとうございますって。それで私気づいちゃった。これ東京大学の合格発表じゃなくて年末ジャンボ宝くじ当たり番号抽選会だ。これが分かって、それから3日3晩、私はショックで食事が喉を通りませんでした。時期としておかしいよな。東大の合格発表とね、あの大晦日とかでしょ、うん、年末じゃん。年末じゃん。よく当たってねえんだよこの人の。スカホ、ラジオネームスカホ、はい、太田さん、ハイボールじゃなくてワンボールの人、こんばんは。うまい、読まれたら初採用、ラジオネームスカホです。うん、先日デパートに買い物に行ってきたんだ。うん、デパートはすごいなぁ、何でも売ってるなぁと思って、楽しくて楽しくて私いろんなフロアを見て回ったんだ。うん、すると気づいたら屋上に着いたんだ。屋上にはペット売り場があって、へえ、デパートの屋上にはペット売り場があるんだ、さすが百貨店。何でも揃ってんだなぁと思ってたら、そこになぜかお菓子が置いてある。珍しいこともあるもんだなぁ。ペット売り場なのになんでお菓子が置いてあるんだろう。そうか、最近はペットに服を着せたり贅沢をさせるから、ペット用のお菓子も置いてあるんだと思って、うん、私はそれを手に取ってみたんだ。するとそれが人間用のお菓子なんだよ。しかも懐かしいじゃない、キャラメルコーンだよ。でも不思議なことに、普通キャラメルコーンって袋に入って売ってるのに、このデパートではむき出しで売ってるんだ。おかしいな、なんでむき出しで売ってるんだろう、変だな。ああそうか、これ試食用なんだ。そう分かったから私はそれを一口食べてみたんだ。するとキャラメルコーンはサクッとする歯ごたえのはずなのに、もう嫌だろ、なぜかぐちゃっとした食感なんだ。妙に変だな。湿気てるのかなと思って置いてあった場所を見てみた。するとなぜかその横にカブトムシがいるんだ。妙に変だな。カブトムシは甘いものが好きだから飛んできたのかなと思って、今度はよーくキャラメルコーンを見てみたんだ。その時私気がついちゃったんですよ。私が食べたのはキャラメルコーンじゃなくてカブトムシの幼虫だった。気持ちも本当に怖い話じゃねえか。普通に怖いわ。ゾクゾクしてるわ。ラジオネーム自立の色、うん、ハレンチババア、逆恨みババア、そしてゲストのオール殿下に批判的ババア。こんばんは。オール殿下に批判的ババア。何なんだこれは。これは私が小学生の頃の話なんですけどね、その時は算数の授業中でパイナップルが1個あってそこから1個食べたら残りは何個でしょうっていう引き算の問題をやってたんだ。そんなの答えはゼロに決まってるじゃない。私がそう思ってたらクラスで一番頭が悪い山田が100個って答えたんだ。そしたら先生が、山田くん残念、正解はこれですって言いながら黒板に答えを書いたんだけど、なぜか先生は輪切りのパイナップルの絵を一つ描いたんだ。
あれ妙に変だな。だって1から1を引いたらどう考えてもゼロじゃない。なのに先生は輪切りのパイナップルの一つ書いてるんだ。さては先生もバカなのかな。バカな先生は嫌だな。そこで私、先生答えが違ってますよって抗議をしたんだけど、うるさい稲川くんって一言でネガティブしてそれもわかんねえけどな。ああ、嫌だな。自分の間違いを認めない汚い大人は嫌だな。そこで腑に落ちないまま、算数の時間が終わって次は体育の授業だったんですよ。今日は体育は何をするのかなって思いながら黒板に書いてある体育の予定を見たら、黒板には数字の1が書いてあって、その横に輪切りのパイナップルが2つ書いてあった。その横に走るの文字が書いてあった。あれー、妙に変だな。これはなんて読むのかな。1パイナップルパイナップルソーって読むのかな。さては輪切りのパイナップルを2つ持ちながら1メートルを走るのかな。そんなことして何が楽しいのかな。でも私パイナップル大好きだから体育が楽しみだな。そんなことを思いながら授業が、体育の授業が始まったんですけど、なぜか私100メートルを走らせられたの。おかしいよ。そん時私気づいちゃった。あれは輪切りのパイナップルじゃなくて数字のゼロだったんだ。それしかねえだろうが。ゼロって答えを思っときながらありえないでしょ。007とかもね。パイナップルパイナップルなら。パイナップルってなんだよそれ。